さあまず1投目、これはタイミングが合わないか、1投というところで第2投目、さあディスクは OK、 あとは大口、ちょっと風に影響あったか、このディスクちょっと低いぞ、これは17、16、15、さあここで時間を調整する1本は、さあミドルエリア4ポイントゾーン、残り10秒切ります、7秒、6、5秒前、4、3、2、さあラスト、ディスクは OK だ、あとは大吉、ラストキャッチ、OK、キャちゃん、お、ボーダーチだよ、またいいぞ、あちゃち、はい、セット、レッツゴー、さあ、まずは1回目、高めに上がったリスク、ここから左傾斜、どうでしょう、飛ぶね、大会に参加しておりました、山崎選手、さあ、右サイド、6ポイントでギリギリのところ、18、17、16、さあここはラストクロスがあるか、6ポイントでございます、フリスビーしようよ、パパフリスビーは持ってきてないよ、第2投目のリスク OK、 あとはさあベイヤード今度こそのキャッチ成功です、6ポイントエリア、ここで終盤30秒、じゃあ見ようね、第3投目、若干風に煽られますがこれも捉える、上手、さあベイヤードが戻って21、20、19、18、17、16、あさあこれ時間を捉えた、5秒、4、3、2、1秒、さあラストスローは抑えたようです、ブロックポイントエリア、さあフルーティアスをベイアムチーム、第2ラウンドポイントは18、トータルポイントは32ポイントです、お疲れ様でした、さあそして時計ナンバーは63まで、川崎康美、マヤ、したいね、はい、スペタレディースゴーめっちゃ回りよ、さあまずは1本ね、リスクはど真ん中、リスクはコンテリアは4ポイント、さあここはジェットキャッチを目指していただきたい、第2投目、さあこれもいいでしょう、ポイントでちょっと伸ばしてくる、4ポイント、さあ第3投目に入るところ、36、34と若干速いペースですね、さあ第3投目です、さあこれも4ポイントです、さあ1、さあ残り時間の22、21、20秒第4投目、さあこれも6ポイントでキャッチ成功、落ち着いてるぞ、さあここはもう1本キャッチをしてパワーしてキャッチで、さあこの第2ラウンド終了したい、5秒、4、3、さあラストスローどうだ、キャッチは成功、ポイントの方ですが第1ラウンド32ポイント、さあ第1ラウンドの中でも上位チームに当たる30ポイントオーバー、ここは第2ラウンド次第というところで頑張っていただきたい、参りましょう、セット、レディー、ゴー、さあこれが3投目、リスコッケ、さあ最終エリアに当たる、最終エリアに当たる、落ちやすいかな、落ちやすいか、落ちやすい、イエス、みんなまっすぐ、まっすぐやね、歴代チャンピオンって
今回の大会のフリスビー。タイちゃんフリスビー。